君は？そうですね、名乗るほどのものではないとか。は？あ、いえ、名前はあるんです。でもあまり口にする機会がなかったので、印象的な自己紹介ができないというか。あれ、ここって？それなら簡単です。ここは人類の未来をより長く、より強く存在させるための観測所、人類継続保証機関カルデアです。落ち着きましたか？ありがとう。ここに入るとき何かのシミュレートを受けたのまでは覚えてるんだけど。量子ダイブですね。慣れていないと脳に負担がかかるそうなので。ああ、まだ頭の奥がガンガンする。表層意識が覚醒しないまま行き倒れになったところをフォーさんが見つけた。どういった経緯でしょうか？フォーさん？大丈夫？はい、こちらのリスっぽい方がフォーさん。カルデアを自由に散歩する特権生物です。え、うあっ、私以外にはあまり近寄らないのですが、先輩は気に入られたようですね。へえ。おめでとうございます。カルデアで二人目のフォーさんのお世話係の誕生です。お、ありがとう。ところで、先輩もレイシフトのために集められたマスター適正者のお一人なんですか？ああ、うん。サーヴァントと契約して使役できる素質があるとかで、ここの人に誘われて。まさか、何をするのかわからないままここへ？いや、あんまり熱心に誘われるもんだからさ。斬新ですね。そうかな。タイムスリップって実用化されたんだな。あ、そうだ。挨拶が遅くなってごめん。俺は藤丸律香。印象的な自己紹介じゃなくて申し訳ないけど、よろしく。君はいつからここにいるの？2年前からです。え、じゃあ先輩なのはそっちなんじゃ。いえ、私にとっては皆さん先輩なので。ふん、名前は？え、まさかまた名乗るほどのものじゃないとか言う？私の名前はマシュ。ブレインシャー。